チャンネル。じゃこんにちは。さて、キャンプ、はい、各球団全然、まあ、場所違いますよね。違いますね、はい、でもキャンプ地もやっぱり昔に比べると進化してきてましたよね、どんどん。そうですね、アメリカ行く球団とかもありますね。そうですね、うん、だから、まあ、じゃあちょっとロッテの話で言うと、はい、僕は一番最初キャンプは、はい、2軍だったんですけど、うん、鹿児島の湯の本っていうとこがキャンプ場だったんですよね、はい、でホテルはね、金龍館っていう、うん、あの温泉宿です、はい、あの本当に畳です、はい、トイレ和式です、うん、で、複数部屋、はい、で、球場までは徒歩です、うん、へしかも、はい、グラウンドが丘の上にあるんで、はい、これぐらいの角度の上にあります。へえ、じゃあ登っていくってことですか。そうです。しかも荷物も全部自分で持って帰ってこなきゃいけなかったんですよ、はい、バットも、はい、野球のバッグも、うんうん、でそれを、はい、僕らとキャッチャー道具も、うん、毎日運ばなきゃいけないんですよ、はい、で、大変、距離は短いけど、うん、急な方行くか、はい、距離が長いけど緩やかな方行くかをいつも悩んでました、うん、持っていくのに、はい、どっち選んだんですか。いや、あのもう短い方です。その代わりもう、はい、こんなんですよ、山上がっていくから、そっから足腰鍛えてたんですね。練習開始が 何時って言ったら、だからもう、はい、4、50分前にホテル出ないといけないんですよ。つかないから、はい、きつくて。え、そんな歩くんですか。いやもう、いや歩くっていうか距離短いけどきついからさ、スタートはいけない。しかも野球のバッグ、バット、キャッチャー道具持って行くんですよ、はい、毎日。それだけでもうアップいらんやろっていうぐらい。いやでも本当10分15分じゃな ないんですね。はい。え、じゃあファンの方もそうやって登っていってたってこと、見てたってことですかね。いやほぼ町内の人しかいなかったですよ。そうですか。もう数えるぐらいしかいなかったですよ。その当時。あ、まあ一軍の方に行くのかみんな。そう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 。そうですね。で雨が降ったら、はい、コケケドームっていう。はい。何ドームですか。コケケドーム。コケケドーム。かわいいな。まだあると思うんですけど。はいはい、あのコケケドームっていう、はい、あの室内練習場っていうか、多分その町のテニスとかやってる練習場ですかね、うん、はい、でそこでティーやったりとかキャッチボールしたりとかして、はい、施設的にはね、今を見て終わってましたね。いいんですか、終わったとか言って。いやだって雨降ったらほぼ練習できないのと、はい、毎日徒歩でしょ。そうですね。それきついでしょ。何も悪いですね、はい、でトレーニング場とかもなかったんで、うん、なんかダンベルとか、はい、ベンチプレスとかそういうのだけがプレハブの中にポンと置いてあるとか。でグラウンドと鳥籠っていうバッティングマシーンが2台打ててっていうだけですよ、今思ったら。え、なんで鹿児島だったんですか。一軍が鹿児島の鴨池だったんですよ。ああ。で二軍はそこの湯の本っていうところ。あ、なるほど。同じ鹿児島で離れてたってことですね。そう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 。へ、今思ったらもう地獄だね。その環境は。まあそうなりますね。唯一良かったのは、はい、温泉。でも、はい、近所 の人とかも入ってくるから、はい、一緒に入って、ああ、へえ。それぐらいだったですね。あ、そうなんです。でいつから石垣になったんですか。石垣は2008年ですね。うん、だから2007年までは、で2006と7が、はい、あのジーロンっていう半分オーストラリアだったんですよ、キャンプ。でも2006年は WBC があったんで、はい、メンバー組と鹿児島に残って練習するって言って練習してたんですよね、はい、2軍は行かなかったんで、はい、そこ で2007年ジーロング行ったんですけど、はい、めっちゃ楽しかったっすね、いいなー。ジーロングのキャンプ最高だったっすね。前半、はい、もうオーストラリア、はい、ずっと。でしかもメジャーのキャンプ地みたいに球場が3面あるんですよ、うん、1、2、3って、はい、3面あって、で室内ないんですけど、なんでないかって言うとほぼ雨降んないんですよ。ああ、そうなんだ。その時も水不足って言っててだって反対夏ですもんね、はい、うん、で3面あるから、はい、車とかゴルフのカートで移動して、うん、もうここはバッティングだけ、はい、ここはノックだけとか、はい、だから効率めっちゃ良かったですね。へ、なんでオーストラリア辞めちゃったんですかね。鹿児島の鴨池が施設的には良かったんですけど、はい、配置っていうかその環境がメイングラウンドがあって、はい、で、あ、今度ホワイトボードください。これね、書いた方が分かりやすいじゃないですか。そうですね、あ、
鹿児島の今思ったら去年だったところは、はい、ここにまずあの球場あるんですよね、はい、あのメイン球場、はい、でそのメイン球場の横にブルペンとバッティングできるところあるんですよ、はい、でもこれ公園内なんですけど、はい、こっちに陸上競技場とかあるんですけどサッカージュビロとかキャンプしてるんですよ、はい、ブルペンも 4,5 箇所、はい、でバッティングが3箇所ぐらい、うん、メイン、はい、これだけなんですよ。報道に出てでここにこう道があって、はい、でここに鹿児島市立体育館みたいなのがあるんですけど、はい、でここにドームがあるんですよ、はい、でドームのここにサブグラウンド的なバッティングとかしちゃダメな球場があるんですよ。狭いんでだから外出なきゃいけないんですよ、はい、いちいち外出て移動しないといけない、はい、しかも車でね。あ、へえ、結構じゃあ距離あるってことですか。はい、はい、だからそのやっぱり環境が悪いですね。うん、今思ったらいろんなことができないん で、はい、うん、でそういったところでまあ、あのGロングっていうところに行ったんですけど、オーストラリアは、はい、メインの球場あるんですか、はい、ここに、うん、でここにも球場があるんですよ、はい、でここにも球場があるんですよ、うん、でここにブルペンとあの鳥籠の練習場があって、はい、でここ行き来するだけです。おお、めっちゃ楽、はい、バッティングこことここでやります、でここノックやりますとか、はいはい、でも待たないんですよ時間を。え、こことここの距離も本当真横ってことですよね。そうそうそう、もうここほぼちょっと通路があるぐらいで、もうほぼ繋がってます。これは本当に野球場ですか。そうです、野球場です。すごいやりやすかったのと、うん、であとはあの夜9時まで明るいんですよ。はい、あ、そっか、日が長いんですね。あ、下の方なんで、ジーロンって、うんうん、はい、だからでも40度ぐらいあるんですよ。暑い。暑くて昼練習できんから、はい、ナイターにしようって言って、はい、練習が3時とか4時からスタートして、ナイターキャンプ最高だったですね。そうなんですか。睡眠時間バッチリ取れるんですよ。あ、そうですね、終わって寝ればすごい寝られますね。はい、でゆっくりできるんで、はい、だからナイターすごかったですね、良かったですね。じゃあ今もここにすればいいのに。お金かかるんじゃないですか。そういうことですか。はい、だからあのジーロングのさらに楽しかったのは、はい、あの9時まで上がるんで、はい、ゴルフ36ホールできるんですよ。それは休みの日ですか。はい、ああ、と9時まで上がるんで、はい、練習終わってからゴルフ行ってるやついましたよ、ね、へえ、ピッチャーとか。でも2ラウンドもやったら疲れません。でもあのコースの中でカートに行けるんで。ああ、そっかそっか、うん、すごい良かったですね。へえ、その後ね、まあ、はい、石垣島行って、はい、そこから石垣行きますけど、うん、じゃあ佐々木智也が選ぶ12球団、はい、ここのキャンプ施設最高。あ、いいですね。いきなり、はい、いきなり、はい、でも他のところ全部見たことあるんですか。あります。お、そっか、さすが解説者ですね。はい、あります。はい、やっぱりね、一番いいのはね、はい、2チームあります。はい、どこだろう、一番いいとこ。ヤクルト浦添。あ、そう、おそばが美味しいんですよ。はい、あそこですよね、はい、手だこそばですよね。あのめちゃくちゃ有名な吉豆腐そばって店があってめっちゃ美味しいんですよ。僕はもう手だこっていうところのそば屋さんがめっちゃ好きなんですよ。はい、浦添ですか。はい、へえ、球場のすぐ近くから。あ、そうなんですね。はい、もう一番はもう誰しもが知ってる、はい、あのソフトバンクです。おお、ソフトバンク。はい、ソフトバンクだって、あれ、どこですよ、宮崎。はい、宮崎、ここにメイン球場があったら、はい、うん、ここに2軍のサブ球場が併設しちゃって、室内はクソほどでかくて、はい、で何人同時に打てるんやっていうバッティングゲージ、はいはい、でブルペンが何人意識投球できるんやっていうでっかいブルペンがあって、はい、うん、こっちにあのトラックがあって走りができるんですよ。へえ、だからもう超近くて、はい、密集してて1軍から3軍まで全てが練習できてるっていうのは見に行く人にも優しいですね。そうですね、はい、こっちでは1軍見てすぐ外行ったら2軍もやってるし、はい、でここでバッティングゲージブルーペンで走ってる人ここにもいるし、うん、室内ここにあるっていう、うん、もうすぐそこに全ての人が見えるっていうのは、はい、見に行く人にも優しいし、はい、うん、やってる人たちもこの施設は最強やなと思うんですよ。トレーニングとかもできるんですか。できます、できます、もちろん。はい、はい、へー、これはもうソフトバンク最強ですね。はいはい、じゃあもう一つは、もう一つはね、はい、じゃあこれ地図変えていきますから、はい、これがで分かったらもうすごいですよね。地図だからこの配置を、はい、それで、あ、どこどこって言ったらね、まあ皆さん見に行ってますからね、結構ね、メイン球場はね、はい、ここにあります。はい、うん、で
サブグランドがこちらになります。はい、近いですね。でブルペンと鳥籠的なのがここにあって、はい、体育館の室内練習場はここで、はい、トラックがここら辺になります。はい、どこのキャンプ地でしょう。いや、これ行ってる人は分かるんじゃないかな。これ絶対楽天ではない。はい、はい、お金持ってそうな球団はやっぱりいい施設を用意できるんじゃないかって意味でジャイアンツ。違うんだ。オリックス、オリックス宮古島から宮崎に移転してきて、はい、めちゃくちゃ素晴らしい施設、だもちろんその市の協力もあって、はい、メインがあって隣にこうだから1軍と2軍があるんですよね、はい、で室内もでかいしブルペンも大きいしトラックがあって、はい、これも近いところにギュッとなってて、でここら辺にね駐車場兼ので売店あのご飯とか売ってるのがいっぱいあるんですよ。あ、いいですね。でなんかここで、ね、ショーみたいな人でね、はい、ダンサー使う、はい、オリックスいいですよ。宮崎、これも宮崎ですか。宮崎です。清武、清武めっちゃいいです、施設としては。ソフトバンクも宮崎でしたよね。はい、え、宮崎すごいですね。だから自治体もね、はい、すごい協力してもらって、うん、素晴らしいキャンプ地の施設、はい、作ってもらってますよね。へー、オリックスです。すごいですね。はい、え、じゃあ、これベスト2ですよね。はい、え、じゃあこれワーストも聞いちゃいますか。ワースト選べます。ワースト選べますよ。ワーストっていうより、はい、大変大変、そうですね、はい、解説者として大変。はい、はい、じゃあ行きますね。じゃあ書いてください。書いてください、はい、メインがここだって、はい、でここにも球場があって、うん、ここにサブグラウンド的な、うん、ここら辺にもサブグラウンドがあったり、なんかバッティングする施設が最近できて、ここにメイン球場があって、はい、で、ここら辺に室内あって、はい、で、ブルペンがここら辺かな。ここら辺に最近もブルペンができてたな。へぇー、これ結構離れてるんですか、全部。めっちゃ遠いっす。でも、同じ敷地内っす。同じ敷地内、はい、あー、もう分かりましたね、皆さん。分かんない、はい、え、あの場所はどこですか。宮崎っす。あ、同じ宮崎なんだ、うん、え、どこだろう、宮崎でやってるチーム分かんない、なんです、どこですか。ジャイアンツっす。あ、ジャイアンツなんですか。はい、ジャイアンツはメインの3万円があって、で最近ここね、あのバッティングできたりブルペンできたり、はい、あの守備だけのサブグラウンドができたりしてて、でここが2軍の球場なんですよね、はい、うん、でこっちにサブグラウンドあって、はい、でここがあの室内でゴルフやって、うん、もうとにかく遠いんですよ。いや、そうですね、はい、でも全部歩いて移動するんですか。いや、だからあのファンの人とかはバスが走ってるんですよ、敷地内で。僕とかは車で移動しますけど、はい、だからそのいろんな選手を同時になかなか見れないんで、行ったり来たりしなきゃいけない、時間もかかるから、うん、あの見づらい、広いから見づらいですよ。その施設は一つ一つは最高なんですけど、うん、ブルペン行ってたらこっちが見えないし、うん、確かにこっち見てたらこっち見えへんし、そうですね、ほんとじゃあ今日はこっち、今日はこっちとか絞んないと、ね、見る人絞っていくしかないんですよ、うん、だからどこに誰がいるかも、はい、その練習表みたいなのあるんですけど、はい、それを見て把握して、はい、どこに誰がいるか見て行かなきゃいけないんで、へえ、他のところは施設的には施設はいいですよ、はい、施設的にはいいと思うところあるんですけど、うん、あのギュッとしてるから、はい、見やすいっていうのがあるんですよ。なるほど、これはもうね、ジャイアンツファンの人あるあるって思ってるかもしれないです。そうかもしれないですね、はい、バスで移動したなって、はい、だから大変は大変ですね、はい、でもあの沖縄に一軍移動した時は、はい、沖縄はギュッとしてるんで、はい、ジャイアンツの客は見やすいですね。じゃあ前半だけこういう感じ。そう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 、はい、へえ。じゃ あの石垣島まだ聞いてないんですけど、はい、石垣はどうなんですか。石垣島最初行った時は、はい、メインのグラウンドがあって、はい、で、でここに道路があって、うん、でサブグラウンドがここにあって、でここに室内練習場、ブルペン、鳥籠があったんですよね、うんうん、はい、最初、はい、でそれが今はこっちにもう一個球場を作ってもらって、はい、今こういうで、ここに陸上競技場があるんで、うーん、いう感じです。今1軍2軍も一緒です。でも一緒に、はい、近いんですかこれ全部。まあ、歩いていけないこともないけど、こことここは離れてますね。ちょっとこの真ん中こういう感じです。あ、なるほど、距離的には、うん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 、あ、じゃあまあ悪くない感じ。そうですね、うん、
で、あったかいし、はい、石垣はね、野球するには最高です、はい、へえ。その代わり、はい、他にやること全くないんでえ、でもなんかないんですか、娯楽施設みたいな。ないです。パチンコとかゴルフとか小浜島っていう、はい、船で行かなきゃいけないですから、隣の島にしかないんで。あ、その石垣島にないんですよ、ゴルフ場が。あ、そうなんですか。はい、でも石垣島ってすごい観光地じゃないですか。いや、だって遊びに行ってるわけじゃないんで。まあまあ確かに石垣島はね、石田屋っていう焼肉屋さんあるんで、はい、そこ行ってあげてくださいね。美味しいです。で、佐々木さんに紹介してもらいましたよって言うと、はい、なんかサービスあるかもわかんないんで、はい、あれかもわかんないってことですね。そうそうそう。じゃあ一つちょっと久米島の情報。久米島も4回ぐらい、はい、取材で行ってるんですけど、はいはいはい、バーデハウスっていう温泉施設みたいな、はいはい、温泉って言っても、なんて言うんでしょう、裸で入るっていうよりは、はい、水着か何かを着て、はいはい、まあ、体を休めるようなところで、はいはい、で、まあ、男女混浴というか、まあ、男女一緒なわけですよ、はいはい、健康ランドみたいな、はいはい、で、結構選手がこう練習が終わるとそこに行くらしいんですよ、はいはいはい、私も取材初めて行った時に女の記者さんとかに誘われて一緒に行ったら、松井和夫さん入ってました。一緒に入ったんですか。混浴ですか。その時は水着ですか。水着です、はい。じゃあもう慣れんじゃないですかね。え、じゃあもう慣れるんですか、水着。いや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 でも水着って言っても私水着持って行ってなかったんで、そこでも確か借りられるんですよ。なんか、なんだろう、 T シャツになんか短パン的な感じだったのかな。そこまで恥ずかしくないぐらいの。和夫さんはなんで入ってたんですか。恥ずかしくてあんま見られなかったんですよねいやでも海パンだったのかなでも温泉なんでしょ。温泉です。いや本当すごいですよ。その室内もあるし、うん、外にも温泉があって。温泉なのかな。でももしかしてしょっぱかったんで、うん、海水なのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと覚えてないんですよね。外のこういうちょっと小さめのこういうところに行ったら加藤さん入ってて、もしかしたらね、加藤さんともうちょっとお話できたかもしれないですけど。本当っすね。でも景色もいいんですよ。砂浜に海が見えて。久米島いいですね。久米島ね、で皆さんも行くときでそこに行ってもらえればね。そう、ぜひ。ひょっとしたら誰かがいるかもわかんないし。はい。ね。本当そうですよ。私行ったときあんまり人多くなかったんですけど、ね、なんでこんなにいないんだろうと思って、ね、ぜひ久米島行ったら行ってみてください。多分まだあると思うんで、バーデハウス。キャンプ地はね、はい、いろんな美味しいものもありますし、いろんなものがあるんでね、もうそろそろ始まりますから。はい。まあいろんな人がね行って、あとはこういうとこいいよっていう。情報欲しいですね。あ、コメント欄に、はい、絶対キャンプ見に行ってる方いますからね、はい、うん、あとこのね、どこそこのチームのキャンプ地はこういうとこいいよとか、はい、あとこういうお店いいよとか、うん、そういうのでみんなでね情報共有したらいいんですか。いいです ね、 ぜひ行ったことある方コメント欄に、はい、お願いします。